ミヌマがあった区域ミヌマの流伝承とは、現在の埼玉県埼玉市にかつてあった巨大な沼、ミヌマの周辺に見られる流の伝承群のことである。埼玉市ミ沼区や緑区のほか、南は川口市から、北は埼玉市岩月区まで各地に伝承が残っている。ミヌマの流伝承は、様々なバリエーションが存在する。ミヌマ自然公園にある井 沢見宗兵像江戸時代に干拓された武蔵国の見沼には次のような伝承がある。徳川吉宗の知性奇襲藩から来た治水家の井い沢見宗兵が見沼の干拓を命ぜられた。渡る宗兵は干拓の準備に取り掛かったが、間もなく彼が投入する天沼の大日堂に一人の女性が訪ねてきた。彼女は自分を見沼の竜人だと言い、干拓によって 見ぬ間には住めなくなるので次の住処を見つけるまでの間作業を中止してほしいと頼んだ。渡る総兵は彼女の話を真に受けずに工事を始めた。しかし様々な災難が降りかかり工事ははかどらず、干拓指揮者を務める渡る総兵も病気になり寝込んでしまった。するとあの女性が現れて病気を治すから願いを聞き入れてくださいと言い、 その後も毎晩のように現れては明け方に姿を消した。一方、渡る総兵の病状は回復に向かっていった。ある晩たまたま渡る総兵の寝床を訪れた人が眠っている渡る総兵の体を炎を吐きながら舐め回す蛇女を見つけた。後でその人から一部始終を聞いた渡る総兵は恐怖を覚え、片柳の万年寺に移ったところ、その後は何事も起きず、 工事も順調に進んだ。しかし万年寺で村人の葬儀を行った際、関桶が山門をくぐったところで突如黒雲が空を、大い暴風が関桶を持ち去るという怪事が発生した。教法13年、見沼艦拓の春行により、渡る兵衛が万年寺を去ると、怪事は一切起きなくなったという。しかし、渡る兵衛を支援した関東軍隊の稲氏は、 おたけと呼ばれる、見沼の竜神にたたられ、次々に災いに見舞われた。竜神が、氷川女体神社の池に移ったと知った稲毛の家老が、神社にお参りをすると、たたりは収まった。川口市には見沼干拓工事の後日談が伝わっている。左官に残る伝承では、ある日人力車の車夫が美女を乗せて、千葉へ向かったが、陰馬沼付近に差し掛かったとき、 美女が忽然と姿を消したという。人力車の座席は濡れており、植物のような匂いもした。村人たちは、ミヌマのオロチが住処を追われたため美女に変身して、インバヌマに移ったのだろうと考えた。その後、ミヌマのオロチはその姿を見せることはなかったと言われている。また、東内屋に残る伝承では、ある日馬を連れた農夫が、戦場橋の私のあたりで美女に出会い。 ミヌマの方に行きたいので馬に乗せてほしいという頼みを引き入れて山口の弁天まで送り彼女からお礼の品を受け取ったが彼女の言葉に従い自宅に帰ってから包みを開けると蛇の鱗が二枚入っていたという村人たちはインバヌ沼に移っていたミヌマの主のオ,オロチが階級の思いにかられて帰ってきたのだろうと考えたという関東軍大稲氏のいた石山城にまつわる伝承では 庭園の池で稲氏が船遊びを楽しんでいたところに山蛇が来て、見沼の竜人であると名乗り、住処を追われた恨みによって、稲家に災いをもたらすと告げたという、国政さにまつわる伝承もある。見沼の竜は空腹のたびに沼で暴れたため、困った村人たちが日光から江戸への帰路にあった、佐人五郎に竜を彫刻してもらい国、政さの山門に収めたところ、竜は、 暴れなくなったという。他にも、釘付けの竜、国章寺の平数の門などの伝承が存在する。伝承に登場する竜を祀る神社には、見沼竜神社などがある。見沼竜神社は、氷川女体神社の中にある。埼玉市は、市のマスコットキャラとして、見沼の竜伝承をモチーフにした、綱が、竜、ぬという名前の、いわゆる、ゆるキャラを作成した。 2013年には、見沼の竜をはじめ埼玉県に伝わる妖怪を題材にした映画、あやかしの世界が制作され、川口市のスキップシティの10周年記念イベントで上映された。ありがとうございます。